はい、今回もですねゲストをお越しいただいてるんですが、その前にいつもいる人がいない、ゴルフ中に足首を骨折されて今入院していると、はい、何本か看護師さんなしになりますので、ご了承ください。ということで今回ですねゲストをお越しいただいておりまして、竹内さんです。内定率 100% の就活塾ホワイトアカデミーを経営しております。塾自体はですね、学生さんがホワイト企業に入って理想のキャリアを歩めるようにですねサポートしていると、そういった仕事を普段しております。就活に対しての漠然とした不安ですね、抱えてらっしゃる方多々いるんじゃないかなと。そんな中今回23年卒の方ですねに向けて、竹内さんおすすめする業界と今からどういった準備するべきかというところをお伺いしていきます。23卒の就活スケジュールの想定教えていただけますか。基本的には23卒のスケジュールは22卒と変わらないということがある程度発表されているので、同じようなスケジュールになるというふうに思います。具体的には3年生の3月から広報が解禁、特に経団連企業ですね、経団連加盟の大手企業の広報が解禁して、はい、6月に面接などの選考というふうに、表上は言われているということで、はい、ただ実質はですねどの会社もそうですけれども、3年生の5月ぐらいから夏のインターンの募集を始めて、はい、そこから早期選考をやったりとかしながら早めに内定を出したりとか、裏で内定を出したりしているのが現実ですよね、はい、今年は去年に比べて内定の前倒しが結構進んでると思うんですけれども、はい、その傾向自体は来年も変わらないんじゃないかなと思います。21卒22卒ってこうそれこそオンライン化が進んだことも含めて結構大きい変化あったじゃないですか、はい、23卒の方今のこのタイミングだと、まさにこう本選考というよりはとりあえずサマーインターン照準にしてる方多いと思うんですけど、結論21と比べて22ってすごくこうサマーインターンの倍率全体的にものすごく上がって、参加の争奪戦激しかったじゃないですか、はい、その部分ってなんかどんな風に22と23って変わると思われますか。結論は今年と同じかやや倍率が今年よりも若干上がるぐらいという感じだと思います、ね、あ上がりますさらに。普段塾運営しているのですごく、はい、どういった子が入塾相談会に来るかって見てるんですけど、はい、今圧倒的に2年生が多いんですよね。2年生がすごく早くから動いていて、今の2年生なんで、この動画が放映される頃には多分新3年生かなと思いますが、そうですね、はい、早めから動いている子がそのすごく多いので、うん、そういった意味ではインターンに参加する人の人数自体は増えるんじゃないかなというのが、私の見解ではありますね。ある程度こうなんかワクチンだったりどうこうの話もありますけど、なんか少しずつちゃんと感染対策してれば対面接触してもそれなりに問題ないっていう風潮になってきてると思うんですけど、一気に進んだオンライン化って23卒の選考だったり就活マーケットではどんな風に動きそうですか。コロナの状況によるかなとは思うんですけれども、オフラインに戻すっていう会社も当然あると思いますけど、全般的にやっぱりオンラインでやる会社は多いんじゃないかなというふうには思います。一次面接二次面接をオンラインでやってる会社は今年すごく多いですし、会社によってはその前に自己 PR 動画をこう就活生に送ってもらって先行してる会社もあったりしますから、やっぱりオンライン化の傾向自体は変わらないかなというふうには思いますね。これからそうやってオンライン化進んでいくと思うんですけど、そうなると採用までに企業側の方と一度も会わずに採用となってしまった場合、なんかミスマッチとかそういう心配はないんですかね。企業の方も心配懸念してるとは思うので、よくよくこう、聞いてみるとですね、1時とか2時はオンラインなんだけど最終面接はリアルみたいな会社は結構多くあるかなというふうに思っているので、やっぱり最後のその肌感の部分ですとか雰囲気とか社風に合うかなみたいな、そういった部分はなんだかんだリアルで確認するというふうに多くの会社がしていくんじゃないかなというふうには思います。23卒就活、本当感染状況次第だと思うんですけど、なんかコロナどれぐらいのなんか影響を及ぶと思いますか。22卒と同じぐらいなんじゃないかなっていうのが個人的に思うところではありますね。21よりも22のが減るっていうのは結構多くの媒体、日経さんも含めて言われてると思うんですけど、22がある種そこなのかなというふうに思うので、そこから上がってくるか、同じぐらいかなみたいなところが現実的なラインかなというふうに思います、22年で結構こう出遅れてうまくいかなくて翌年に回ってって方も多分結構いらっしゃるじゃないですか、大学院行って24にスライドみたいな、ってなると23、20も結構熾烈な戦いのフィールドにはなりますかね。24の方が楽なんじゃないかなとは思いますけどね、結構ワクチンとかが徐々に今入ってきてますから、24はちょっと上向いてくるかなっていう気はしますけど、23と22はあまり大差ないような気がしていて、リーマンの時も結構そうだったじゃないですか。そうですね、リーマンの年はガタッと減って、その次の年もガタッと減って、なかなかそこから回復せずに2010年とか11年あたりから回復したという感じだと思うので、厳しい状況が続くかなと思います。いつぐらいから23歳の方ってこう本格的に動き出すのがベターというふうに見てますか。早ければ早いほどいいというのが、そうでしょみたいな話だと思うんですけれども、一つの目安みたいな話であれば、やっぱり5月からサマーインターンの応募が始まりますから、それに間に合うように動いた方がいいよというふうにはなると思います。3月、4月とかである程度こう、インターンに応募するためにもいろんな準備が必
必要だと思うんですけども、はい、そういったものを準備していくことは当然必要かなというふうに思います。もうこれご覧になってる頃にはかなり焦り出した方がいいかなっていう、結構急ピッチで進めた方がいいかなとは思いますね。どういった経験がいいとかありますね、インターンの内容とか。3年生からの動き出しの話なので、基本的にはその短期インターンになるかなと思います。長期のインターンはやっぱり 1,2 年生のうちに行っておいて、まあ、営業のインターンでもいいですし、最近はまあライティングとかマーケティングのやつも結構ありますけど、そこで力をつけるっていうのがまあ長期インターンの目的であるのに対して、短期インターンはどっちかというと会社説明会みたいなところが半分あって、でも半分がまあ選考みたいなところだったりしますから、短期に向けていくとすれば、自分がそもそもどういった業界に行きたいのかとか、どういった仕事をしたいのかということをちゃんとある程度まず決めないといけないですよね。人によってはですね、短期インターンとはいえですね、エントリーシートの提出を結構求められると思いますから、まあ、学生時代頑張ったことを言語化してくださいとか、自己 PR を400字で書いてくださいとか、そういうのは当然まあ言われるわけですから、そこの準備はした方がいいですし、いつも塾の生徒に言ってるのは、まず20社短期で行く会社を、まあ、夏のインターン向けにリストアップしてくださいというふうにいつも言ってます。20社ぐらい受けて 4,5 社ぐらい受かるかなみたいなのが今不況なんで、不況の時期はなおさらそんな旗感かなと思いますので、リストアップもやった方がいいんじゃないということになりますね。夏のなんか 3days か 5days ぐらいまでは短期扱いで、数ヶ月単位で働いてみるというのは長期インターンという定義ですね。そうですね、はい、で長期ってまあ3ヶ月以上みたいな感じで言われることが多いかなというふうに思いますね、はい、ちょっとまだいろいろお話しいただきたいところもあるんですけど、一旦前編こちらで締めたいと思いますので、最後に竹内社長の方から何か就活生のアドバイス、メッセージあればお願いします。先ほど申し上げた通り、結構23層の就活もまあ楽ではないという状況ですので、まあ、就活でまあ失敗したくないという方であれば、まあ、ぜひですね、一度ホワイトアカデミーの無料相談会に来ていただければ、あなたの就活の戦略はこうした方がいいですよとか、こういうふうにすると受かりやすいですよと、そういった話もまあできますので、一度来ていただくとお力になれるかなというふうに思いますし、まあ、塾の方でも YouTube チャンネルやっておりますので、そちらでもですね、結構具体的なピンポイントのアドバイスといろいろお話しさせていただいているので、ぜひ YouTube をご覧いただくと何か役立つ情報は提供できるかなというふうに思います。ご検討ください。ではこの辺りでありがとうございました。ありがとうございました。